民主党の小沢元代表は自らの国会招致について何もやましいことはないと政治倫理審査会への出席を拒否する考えを強調しました。これに対して岡田幹事長は一歩も引かない考えです。理想へ向かっての自分の姿勢と自分の生活に政治生活において何も一点もやましいことはありません。小沢氏はこのように述べて、岡田幹事長らが求める政倫審出席を拒否する考えを強調しました。ご本人が判断できないということであれば、それは党としての意思を示す必要がある。リスクを取ってでもやっぱりここは国民の皆さんのその声というものに真摯に応える必要があるというふうに幹事長として。一方で岡田幹事長は小沢氏の国会招致について、あさっての役員会で党の方針をまとめる考えを示しました。小沢氏の国会招致をめぐる民主党内の対立は激しくなるばかりです。